はいどうもこんにちは、マガレツです。今日なんですけれども PUBG モバイルやっていこうと思いますので最後までよろしくお願いいたします。ということで今回ですね、8月の22日、午前11時からアップデが入りました、ようやく。はい、ということで今回そちらの方をお伝えしていこうかなと思います。まずは皆さん右下見てください、ロイヤルパスがアップグレードされたということで、今回ロイヤルパス更新されましたね、シーズンが。なのでそちらの方を課金するのと、あとはその他諸々どういうのが加わったかっていうのをちょっと見ていこうかなと思いますんで、最初はちょっとどういうのが加わったかっていうのを見ていきたいんですけど、じゃあまずはロイヤルパスのアップグレードをしていきたいなと思います。でちょっとこれ見てみるとですね、サーバー内のエリートパスのプレイヤーが一定数を達成するとエリートパスにアップグレードしたプレイヤーは以下の報酬が得られますということで、多分 UC の50ポイントと、あとは新しいゴールドクレートですね、これが一つと、あとは30万人か、30万人いったらこれもまた金のクレート2つ、40万人いったらフライパンが無料でゲットできるということで、まあ、ロイヤルパスを課金した人が増えれば増えるほどロイヤルパスを課金した人はもっともらえるという感じになっております。で今サーバー内アップグレード人数0人って書いてあるけど、これ絶対嘘、絶対バグだって、もうすでにこの下のさ UC の下のゲージがもう溜まってってるから、多分これ0人じゃなくてバグだと思うんですよね。じゃあちょっと早速なんですけども、パスアップグレードしていきたいなと思います。こちらですね、右側がエリートアップグレードプラスっていう感じで、まあ、値段がちょっと違うんですよね。で、まあ、受け取れる報酬も若干チェックの項目が違ってますので、まあ、こちらはお好みでやることができます。まあ一応僕はちょっと高い方を買っていこうかな。じゃあ購入しますということで、はい、じゃあアップグレードしました、エリートになりましたね。じゃあこちらの方やっていきたいなと思います。さあレベル26から始まる感じですかね。さあちょっと見ていきましょうか。じゃあロイヤルパス今回何がもらえるのかなんですけれども、まずレベル1ではこれですね、もうゲットしたわもうゲットしたわ、ダブルバレルの、シルバーゴールドスキン、これかっこいいっすね、これいいじゃんね、レジェンドアイテムですからね、これゲットできますね。まあ、まずはこちらをゲットしたという感じで、あとはこれロイヤルパスのレベルって100レベルまであるんですけども、何があるのかっていうのをねちょっとだけお見せしていきたいなと思います。でこれはなんだ、ホームランの何これ何これ、あーこれあれか、壁紙と、あとこれですね、新しい新クレートアイテム、これですよね、これは中身になんか入ってるらしくって、ちょっともらえるもん一括入手しちゃいますね、とりあえず。はい、もらえるものは一括入手しちゃいます。まあ、この辺のね、飛行機のスキンとかバイオ実装マスク、バイオ実装服、まあ、この辺がね全部ゲットできたということで、まあ、それはいいんですけども、レベルごとにもらえるものが全然違うんでちょっと見ていきたいなと思います。で緑色の枠と黄色の枠で区切られてるじゃないですか、これ無料の枠と課金した人の枠で区切られてるんですけども、アイテム数がちょっと少ない感じにはなってます。じゃあちょっと課金の方を見ていきたいと思います。課金したら何がもらえるのか、まずはレベル1でさっきのね、ホワイト、ゴールドのこのダブルバレルがもらえます。レベル7になるとこの黄金クレートっていう新しいクレートですね、これがもらえるということで、これは中身がランダムになっているらしくって、クレートがもらえてそこからまたガチャガチャみたいな感じで、まあランダムで当たるらしくって、まあこういうねスキンとか、あとはこれなんだ、これアメフトのスキンかな、アメフトのスキンとかアメフトセットみたいな、この辺が多分あれなんでしょうね、一番レアなんでしょうね。あとはホワイトゴールドの M416 じゃない、ごめん、 M16A4、 これが一番豪華なレアアイテムになってるかなと思います。早速なんですけどちょっと引いてみますね、せっかくなんで。黄金クレートちょっと一回やってみようか。当たったわ、何これ何これ、スポーツミニパンツ、いやいらねえいらねえんだけど。であとはまあ飛行機のスキンでしょ、これのシルバーロックスキン、あとはこれですね、バイオ実験マスクなんかすごいな、前目の前見えてないでしょこれ。であとはこれですね、実験服かな、とあとだなんかエモードが結構今回増えてるみたいで、こんな感じでね、ヒップホップエモードねってもう完全に踊ってるけど大丈夫かなこれ音楽つけたらやばいよね音楽つけたらやばそう。あとレベル27でまたこの黄金のゴールドのクレートがもらえて、あとエモートはこんな感じかな、ロボットめっちゃ踊るじゃん今回の、なんかすごいね、ロイヤルパスめっちゃエモート多いね。あと40レベルになるとこれ無料の人でももらえるんですけども、なんか飛び跳ねてるようなエモートと、あとはなんかこれハワイアンな感じのスキンかな。でこれと、あとは45レベルになると、あーもう完全にハワイアンですね、ハワイに来た気分ですね。
あと50レベルになると、これは課金税の方が赤色の後期スキンがゲットできるということで、あと55レベルになるとトカゲ、あもうこれもダンスですね。フラダンスとかではないんだね、トカゲってフラダンスとかじゃないんだ、トカゲってすごいな、ね、名前がすごいね。で、あとは60レベルになるとこれですね、冒険者セット、あこれいいじゃんね、これちょっとなんかかっこかわいい的な感じで、無料でも60レベルになるとこれは4、ん？これミニのスキンがゲットできる、これはまあよくありがちな感じですね。65レベルになると、この帽子のスキンで、70レベルになると上津のスキン、これ新しいですね、あの屋根なし上津ですね。90レベルになるとこの死の支配者セットっていう感じになってます。あとは95レベルでまたエモート、ワカメワカメってめっちゃ踊るじゃん、めっちゃ、あ、それワカメよね、ワカメを演出してるのね、なるほど。で、あとは100レベルになると、ホワイトゴールドのカーがゲットできるっていう感じになっております。で、あとはロイヤルパスの方はシーズン2の時と一緒でデイリーミッションって言って毎日、ミッションが、あります。で、あとはチャレンジミッションっていうのが毎週、変わりまして、課金した人はエリートミッションとかノーマルミッションをクリアすることができる、無課金の人はノーマルミッションだけをクリアしてってロイヤルパスのポイントでレベルを上げていって、さっきの報酬が得られるって感じになってます。なのでロイヤルパスのレベルを上げたい人はこのチャレンジをクリアしないとレベルが上がらないので、さっきのこの報酬がレベル上がらないともらえませんよっていう感じになってますので、欲しい方はミッションをクリアしてってください。で、あとはシーズン3のそのロイヤルポイントの交換なんですけども、あー更新されてない、おいロイヤルポイント溜まってたのに、あこれ俺シーズン2でロイヤルパスポイントあるじゃないですか、これ2500とかあったんですよ。シーズン3に持ち越せんのかなと思って試しに持ち越せると思ってたんですけど、ゼロになってるわ、やられた、やられたわ。もうシーズン2はシーズン2だけなんだ、うわ交換しときゃよかった、ミスったわマジでまあしゃあないですね、これもうやらかしましたね、多分これ多分やらかした人いるんじゃない、俺ずっとだって更新できると思ってたもん。ロイヤルパスポイントダメなんだ、皆さん気をつけてください。ロイヤルパスポイントっていうね、あのポイントで、まあ、この商品と交換できるんですけど、こういうのとかねいろいろあるんですけど、これ交換できるのはこれシーズン3だけの時なんで、もういっぱい貯めて早く交換しちゃった方がいいです。いやーもったいないことしたな、まあしゃあないですね。でこんな感じで、まあこの辺のものが交換できるという感じになってます。まあ甲子園ありましたからね関係ないと思うけどアメリカの時間帯で更新されてるから甲子園は全然関係ないと思うけど、まあ野球服のユニフォームセットとか、あとはさっきの黄金クレートとかがあるんで、ポイントで交換してみるのもいいかもしれないですね。こんな感じで、あとねショップの方がねちょっと追加されてまして、トラベルクレートですね、トラベラークレートの方に追加されてるのが、杉田さんボイス B って言って杉田さんボイスが追加されました。今までは杉田さんボイス A しかなかったんですよ。でそれが B が追加されました。これなんですけど、ついてこい、援護射撃を開始、共に行くぞ、先回りして敵を迎え撃つ、汚れ仕事は任せろ、回復アイテムを発見した、聞こえるか、応答しろ、合図だ、よくやった、ボサボサするな、安全地帯に向かうぞ。これが杉田さんボイス B っていう感じになってます。これ一番レアなものになってますんで、まあ、ゲットしたい方は課金してみてください。僕も、次の動画で課金します。あとはこれですね、 JK ウサギバスっていうね、ウサギのバス、これ可愛いですよね、これいいよね、ウサギのバスが実装されて、バスだからまあ砂漠マップとかで変えることができるのかな。あとはこれですね、スキューバーセット、穏やかな海のもと今日はどこに行こうかなんて、これかスキューバーダイビングするやつ、なんかちょっと宇宙人っぽいけどね、スキューバーセットなのかこれちょっと微妙だけどね、まあでもいいっすね、俺こういうの欲しいな。で、あとはあこれ良くない、これ JK ウサギ、可愛いデザインと高い戦闘力を一体にした武器、武器っていう武器じゃないでしょ、服装でしょ。でこんな感じと、あとこれですね、 AWM、 あーハンドガン出たんだ、 P18C グロックですね、これのハンドガン強い、可愛いねこれ。で、あとは JK ウサギのベクター。よく見てもらうと、ウサギが書いてあるんですよね。これ可愛いですね。これも、AUG の JK ウサギ。ちょっとあの女の子チックなのが増えてきましたね。で、あとはこれは女子高生の制服のトップスと、スカートが増えましたね。で、また AUG とかね、感じでこんな感じで増えてって、あとはヘルメットのレベル3の JK ウサギとかとかですね。まあ、こんな感じになるのかな。で、あとなんですけども、個人戦績がリセットされてるみたいで、こちらですね、今、ソロ、デュオ、
スクワットともに、全部マッチゼロ、ドンカツ数ゼロ、まあこんな感じになっております。 FPP も TPP も全部こんな感じになっているので、まあゼロからみたいな感じになってるみたいです。はい、ということで今日はこんな感じになりますが、アップデートの情報とロイヤルパスの更新、あとは実績じゃねえや、成績のリセットのことについてお伝えをさせていただきました。また成績がリセットされたということは上位のランキングに乗りやすくなっているかと思いますので、ランカーを狙う方だったりは毎日のようにモバイル版のレートを上げていただければランキングにも乗ると思いますし、皆さん狙ってる方は頑張ってみてください。近々新しいガチャガチャの、動画とかも出させてもらいますので、そちらの方もまた見ていただければ嬉しいです。それではこの動画が役に立ったなとか思っていただけたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画生放送などでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよかったらよろしくお願いします。であと、通知ボタン押していただけると生放送とかもやっておりますので、そちらの通知も来ると思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。